どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA の感謝の日、毎月ね、29日に行われているわけなんですけども、今回ですね、こういった形になっておりまして、ANA 創立70周年を記念して、2月の28日、3月1日ね、2日間限定開催ということで、行われるっていう風になりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ANA の感謝にね、2日間にわたってね、行われるっていうわけなんですけども、内容ね、かなり良くなってるっていう風になりますんで、ぜひね、気になる方、最後までね、ご覧いただければなと思います。ではですね、今回、ANA の感謝の日で行われるのね、全部で10項目ぐらいあるんですけども、ちょっとね、全部やってると、話ね、かなり長くなってしまいますので、ちょっと注目度が高いものだけね、集めて紹介ね、させていただきたいなと思います。それではまずね、一つ目なんですけども、こちらです。4月から5月登場、ANA スーパーバリューセールということで、ANA 創立70周年記念ということで、片道平日であれば7000円。土日であれば1万円ということで、こちらね、全路線がこの運賃で利用することができるっていった形になってるんですよね。いや、これめちゃくちゃすごいですよね。ここまでね、価格下がるっていうのは、コロナの後のね、タイムセールとかでは、まあ一時ね、かなり安くなったことはあるんですけども、まあ、どの路線も平日7000円、土日1万円っていうのは、まあ、かなり安いですよね。ですんで、長距離路線とかもね、この運賃で利用することができるっていう風になりますんで、羽田から宮古島とかね、石垣とかね、こういった路線も平日7000で利用することができるっていう風になってるんですよね。いや、非常にすごいですよね。で、詳細なんですけども、販売期間は今回ね、ANA の感謝の日ということで、2月の28日と2月3月1日23時59分までっていう風になっておりまして、搭乗期間が2023年の4月の4日から5月の31日までっていう風になっておりまして、ゴールデンウィーク期間である4月の29日から5月の7日の搭乗はね、除きますということで、まあこの期間以外であればですね、全路線が平日7000円、土日1万円でね、利用することができるっていう風になってるんですよね。非常にいいですよね。はい。羽田からね、石垣とかそういった路線もね、平日7000円ってめちゃくちゃ安いですよね。で、今回ですね、ここまで値段が下がってるっていう風になりますんで、この ANA スーパーバリューセールっていうのは、SFC 仕様とかですね、ダイヤモンド仕様とかね、まあこういったのにはですね、基本的にはお勧めできないんですよね。この運賃クラスによって、この、獲得できるね、プレミアムポイントっていうのは変わってくるっていう風になりますんで、基本はね、お勧めできないんですけども、ここまでね、価格が下がるとですね、利用することもね、できるっていった形になるんですよね。羽田宮古島の獲得できるね、プレミアムポイントっていうのが、スーパーバリューセールだと、運賃8っていう風になりますんで、これだと片道ね、1224プレミアムポイントがね、平日であれば7000でね、獲得することができるっていう風になりますんで、これだとですね、プレミアムポイントの1ポイントの単価は 6.22 とかでね、利用することができて、土日であっても 8.16 っていう風になりますんで、このプレミアムポイントのね、獲得っていうのは、まあ大体ね、1プレミアムポイント10円切ればね、いい方っていう風に言われておりますので、今回のこのね、スーパーバリューセールの長距離路線っていうのは、まあ、平日土日ともにですね、結構おすすめできるっていう風になりますんで、ぜひね、今年 SFC 修行とかですね、ANA のね、ダイヤモンド防衛とかね、そういったステータス修行ね、されている方は、まあ、今回に限ってはですね、かなりね、値段が安いっていう風になっておりますんで、ぜひね、活用していただければな、なんていう風に思うんですよね。この運賃出た時、さすがにね、平日7000円、まあ、もちろんね、こういった区間があってもね、まあセールなんでね、いいかななんていうふうに思うんですけども、基本的な全路線がね、この運賃で利用することができるっていうふうになりますんで、かなりすごいですよね。で、平日7000円、土日1万円って表示はされておりますけども、PFC 自体はですね、上に乗っかってくるっていうふうになりますんで、旅客施設使用料が、まあ、設定されている空港であれば、まあ、プラス4、500円とかね、まあ、かかってくるかななんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。まあ、だとしてもですね、かなりね、安いっていうふうになりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、ANA トラベラーズホテル特別ホテルプランということで、こちらですね、1名、
1名様1泊8000円からということで、こちらね、1泊1名8000円からっていう風になりますんで、これもね、結構いいんじゃないかななんていう風に思ってるんですけども、対象ホテル等々はですね、まだね、発表されてないっていう風になりますんで、こちらもね、結構気になるんですけども、2月の28日からね、こちらも発売開始っていう風になりますんで、こちらもぜひね、チェックしていただければななんていう風に思います。それでは次にですね、今回ね、ANA スーパーバリューセールも行われるんですけども、こちらも行います。4月の搭乗の国内線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、今回ね、減額マイルキャンペーンもあるんですよね。スーパーバリューセールもあって、減額マイルキャンペーンもあるということで、非常に楽しみですよね。で、今まではですね、こちらね、前日ぐらいに、対象路線ね、見えてたと思うんですけども、今回ね、当日まで対象路線ね、発表されないようですので、こちらもね、2月の28日からね、予約開始っていう風になると思いますので、こちらもね、28日になったらですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。ANA 前でね、今国際線で ANA 乗るとね、サーチャージかかって結構高かったりするんですけども、国内線のこの ANA のね、特旅マイルキャンペーンとか、この ANA のね、感謝の日でね、利用していただくのはですね、非常にお得っていう風になっておりますし、おそらくね、特旅マイルキャンペーンよりね、安くね、必要マイル数少なくね、利用することができると思いますので、こちらもね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージの海外クーポンオプショナルツアーということで、最初はですね、ハワイ、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、ニューヨーク、ロサンゼルスということで、こういったね、海外のツアーもですね、とうとうね、キャンペーンで扱われるようになりました。こちらもね、内容は、当日までね、発表されてないわけなんですけども、もしかしたらですね、今回ね、70周年記念で、国内線もね、かなり下がってるっていう風になりますんで、もしかしたらですね、結構お得な路線もね、あるのかな、なんていう風に思いますので、こちらもね、ぜひチェックしていただければなと思います。一応ね、対象期間にですね、ゴールデンウィークとかもね、入っておりますので、まあ、ゴールデンウィークとかにですね、まあ、ちょっと高くなってしまうかもしれないんですけども、まあ、海外ね、行かれたい方もこちらチェックしていただくのもね、結構いいのではないのかなと思います。それでは次なんですけども、ここ以降はですね、正直ね、こういった形になっておりまして、 ANA A スタイルショッピング1000円クーポンとか、 ANA 終身医療保険に新規加入で ANA スカイコイン3000コインもらえる、 ANA フェスタのお買い物で 2.9 倍に、 ANA トラベラーズオンラインツアーっていう感じで、まあここら辺はですね、毎回ね、行われているキャンペーンの内容にね、結構似ておりますので、ちょっと今回ね、割愛させていただきますけども、まあこういったのもね、ありますので、あとね、ふるさと納税とかもね、ありますんで、こちらもね、結構毎回ね、すぐ売り切れるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回ですね、 ANA 感謝の日解説させていただいたわけなんですけども、こちらね、販売開始になるのが2月の28日と3月1日っていう風になりますんで、この動画出ているのはですね、2月の21日か22日に、ね、出ていると思うんですけども、まだね、期間がございますので、ひとまずですね、このね、スーパーバリューセール、まあ減額マイルキャンペーンも含めてですね、かなりね、おすすめっていう風になりますんで、まあ今のうちにですね、どこ行きたいとかね、ちょっと決めていただいて、当日ね、かなり集中すると思いますので、頑張ってね、予約取っていただければな、なんていう風に思います。いやでもね、めちゃくちゃお得なんでね、この機会にね、どっか行かれるのね、かなりいいと思いますので、ぜひね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。